皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの坂下です。アルファアドバイザーズでは、20代、30代、40代、50代の社会人の方から、毎日非常にたくさんのキャリアのご相談をいただいております。皆さん、転職したいとか、MBA、海外大学院に行って、さらにステップアップしたい。あと、将来、起業したいので、そういった準備を含めて相談したいとか、投資の勉強したいとか、様々なご相談をいただいております。でアルファは社会人だけではなくて、大学生、大学院生の就職活動とか、あとは最近ですと、もう中学生、高校生から、海外ですね、ボーディングスクールとか、海外の大学に行きたい。あと、日本の大学生も、大学、海外の大学に編入したいというご相談も非常に多いです。そういった形で留学とか皆さんのキャリアをサポートしてるんですけれど、アルファには本当にいろいろな方がご相談をいただきまして、今日のタイトルにもある通り、いわゆる親ガチャっていう言葉って結構最近話題になってると思うんですけれど、親御さんが非常に、親御さん自身も留学されていて、外資金融に行っていたりとか、経営されてたりして、もう小さい頃から金銭的に何不自由なく育ってきて、で、もう本当にインターナショナルスクール行ってて、留学経験あってみたいな方もいれば、ご家庭があまり小さい頃、家がそんなに裕福ではなくて、学費も自分でアルバイトしながらとか、夜間、バイトと、夜間、夜学とかを組み合わせて、なんとか大学を卒業して、で、社会人になって、頑張って、さらにステップアップしたいとかいう方もですね、本当にいろいろな、ご経歴とか経験をされている方がいらっしゃるんですよね。で、そういった方が本当に色、アルファで長期ゴールを見つけて、漏れなくですね、ジャンプアップをして、海外のポジションを取ったりとか、年収1000万、2000万みたいな世界にどんどん行ってるので、今日は、どんな状況からでも、たとえそれが非常に金銭的に恵まれている環境であっても、金銭的にはちょっとあんまりお金ないなっていう場合でも、そこから1000万、2000万、3000万、5000万みたいに稼げる世界にどうやっていくのかというのを今日はお話していこうと思います。で今日は実際にいただいているご相談と、あとは最近話題もですね、ちょっと拾いつつ、お話を進めていきたいと思います。はい、では早速ご相談から、いろいろご相談いただいている中から2つピックアップしてきましたので、そちらのご紹介からいきたいと思います。まず、1つ目ですね。34歳男性、サービス業9年目です。親があまり裕福でなく、新聞小学生としてマーチの夜学を卒業後、転職経験なしで、現在は営業部長をしておりますが、年収400万円で、この先の年収アップに限界を感じて、最近は簿記学習をスタートし、今後 CPA の取得、転職を考えていましたが、MBA は全く考えたこともありませんでした。で動画も拝見しておりますが、MBA に行き、さらに年収アップ、キャリアアップ、転職の可能性がありましたら、詳しくお伺いできれば幸いです、ということですね。はい。で、もう一ついきます。旧帝大卒業後、保険会社勤務しております。28歳です。幼い頃から家が裕福でなく、家族で狭い部屋に住んだり、欲しいものが買えない生活をしてきたため、これからキャリアアップを図り、外資金融と目指したいです。ただ、長期的に成し遂げたいことや、具体的なキャリアステップが見えておらず、ぜひご相談できればと思います。何卒よろしくお願いいたします。ということで、今日はどちらかというと、金銭的にあまり昔はそんなに裕福じゃなくて、本当に、ね、留学に行ったりとかっていうあんまり余裕がないよっていう方のご相談を持ってきてみました。はい。ゆすみさん、本当にここにご相談を紹介している方も、もうすでにアメリカのトップの MBA に向かって、そこからまた起業とか就職活動しようってやってらっしゃる方だったりしますけれども、本当にね、いろんな方からご相談いただきますよね。そうですね。今日のテーマは、やはりどんな状況からでも大逆転というかですね、そのキャリアもそれから収入もそれから生活も、もう1000万2000万を狙えるというのが可能ですよということを、ぜひですね皆さんも分かっていただきたいということで、結構やはり本当にアルファには本当にこういわゆるサラブレッド的なね、もう家がお父さんが外資金融で、マネージングダイレクターやってましてみたいな人とか、起業家とか、あと芸能人のね、名前は言えませんけども、超大御所
がお父さんですとかおじいちゃんですとかね、そういう人も来ますし、あとは、まあ、やっぱり、政治家とかですね、なんかそういう、こうサラブレッド系の人たちもいて、でまあ、特にその起業家とか外資金融とかお医者さんで開業医とか、まあ、あのそういう人たちはもともとお金が結構あるので、まあ、その多くの選択肢の中からまあどこを選ぶべきかとかっていうご相談が多いのと、あと一方で今日ご紹介持ってきた例のような非常にですね、まあ、親ガチャ的にそのちょっとあの最初からですね、そんなにその恵まれた人生のスタートじゃないっていう、でそこからなんとかですね、あの這い上がっていきたいという人たちの例もすごく多いですよね。でそのまあ要はですね、そのいつも思うんですけど、なんだろう、今日ねちょっと思ったのは、皆さんなんかこうどうやって、まあ、結構あのアルファの YouTube とかもなんかゴルフの打ちっぱなししながらずっと聞いてましたみたいな人もいたりとか、なんか仕事しながらずっと聞いてるっていう人もいて、なんかラジオ的になってきてるんで、まあ、それそれでいいかなと思ってるんで、ちょっとだらだら話すと、ね、なんか本当にお金を稼ぎたいとか、そのキャリアアップしたいということを考えると、手段が見えてくると思うんですよね。どうしたらそこに行けるのかっていう手段が見えてくるじゃないですか。その手段を取ればいいというだけなんですけど、なぜか、そんなに、そのお金がないというか親ガチャだって言って自分のことを非難している人たちって今のその状況を変えようってあんまりしないんですよね、そもそも。でこういうふうに相談に来てくれてる人たちは本当に偉くて、やっぱりここからさらにステップアップしたいって言って挑戦していける人たちっていうのはやはり一部いるんだけど、おそらくその親ガチャだとか言ってワーワー言ってる人たちっていうのはやっぱりそこからどう這い上がっていくかっていうのを考えるその脳みそになってないと思うんですよね。なんかね、ふと最近思ったのは、車とかのこう乗ってたら、すごい勢いでこうスピードを出してる車とかいて、結構ですね、スピード出してる車って、なんか、軽とか、バンとか、トラックとかが多いんですよ。なんか無駄にスピードは速くないですか？確かに。なんかもっとゆっくり走ればいいじゃんって、そんなに急いでんのかよって思うんだけど。うんうん、急いでるっていう、まあ急いでる方もいるんでしょう。そうそう、でも夜とかもさ、わかんないけどね。普通、まあ昼間とか夕方とかでも、大体警報として、なんかスピードすっごい出してる車って、軽とかバンとかトラックなんて。いつも思うんだけど、それ見ながら、つまりさ、スピードを上げて金になるんだったら上げるべきじゃない、それはリスクを取っても、うん、でしょ、はい、すっごいそう思うわけ、まあ、多分僕のなんか脳が単純にそう変だと思うんですけど、つまりそこでアクセルを踏み込んでも、別に僕は警察の回し者でもないんだけど、なんか安全運転をとか言って言うわけじゃないんだけど、そこでアクセルを踏んで120キロ出したからといって、あなたの年収は3倍にならないんですよって思うわけよ。つまりさ、方法が間違えてるんだよね、努力の。わかる？で多分ね、その大事なのはトラックを乗りながら英会話を聞くことなのよ、うん、トラックを乗りながら YouTube でアルファの動画を聞くことなのよ。結構ね、あの運転しながら聞いてますみたいな方もいらっしゃる。すごい、なんか営業の、そう、営業のなんか行く先でなんかこうね、車を運転しながらアルファさんの動画、あの動画ずっと流してますみたいなこと言ってくれる人もいて、いや結局そういうことなのよ。俺なんかも、その、住所にいるときに、
もうなんとか海外行きたいなと思って、まず最初トイックなんかもう400点ぐらいだったから、入社した時なんか。もうとにかく行き帰りずっと聞いてたよね。確かに。で、そのニュースウィークみたいなの読んだ方がいいとか、英字新聞読んだ方がいいよみたいなこと書いてあったから、無理やりクソ高いの購読してさ、英字新聞とか、わけわかんない。で、FT 読んだ方がいいよとかって、なんか FT とか何書いてるかさっぱりわかんない、最初さ。でもさ、その通勤の時にそれをやってたわけ、ずっと。うん、単語覚えたりとかね、これ何書いてるのかわけわかんないなとか思いながら。で、そういうことじゃん、なんか努力って。ね、結局積み重ねですからね。そう。でね、その必ず這い上がる方法はあって、あるんだけど、それは親ガチャって言って諦めたら終わりじゃん。そうですね。絶対変わらないですからね。どんな状況だって逆転できるし、逆にどんないい状況からその転落することだってあるわけ。で、転落ストーリーもたくさん聞いてきてるのよ、僕らは。つまり親がすごい裕福だったけど、で、好き放題やらせてもらってたけど、まあなんかそれこそ COVID みたいなのが来て、一気に経営が傾いて、親倒産で家になんかヤクザが突っ込んできてね、金返せオラみたいな夜逃げするみたいな話とかももう何回聞いたか俺、アルファやってて。で、よく生き延びたね、今まで。よく生きてきたねって何回言ったか。それはなんか常になんかこう栄光があるわけでもなくて、ね、常にどん底があるわけでもないのよ。で、栄光からどん底に行く場合もあるし、どん底から栄光に行く場合もあるし、そういう流れがあるわけじゃない。でもみんなずっと栄光とか成功でありたいというところが多分人間であって、でね、僕本当思うんだけどね、頭の使い方だと思うわけ。いや、そのミニとか軽とかさ、バンとかさ、トラックから卒業したければ英会話聞こうよって思うわけよ。そのスピード出さずにね、で、それこそ営業のところから抜け出してとかって思ってるんだったら、英語聞きなよ。で、なんかためになる YouTube 聞きなよ。つまりさ、その本当に、だから例えば年収1000万、2000万欲しいっていうんだったら、そこにどういくかだけじゃない、考えるべきは。すべてをそこにフォーカスしていけばいいのよ。ただ、いきなり状況は変わらないから、いきなり状況を変えることは難しいじゃん。ただ努力というのは不思議なもんで、徐々に状況は好転していくんですよね。だから僕なんかは幸いなことにというか、皆さんから本当にいろんな人生のなんかこう良かったこととか大変だったことっていうのをもうものすごいケーススタディで聞いてるから、あ、こうやったら失敗するんだとか、こうやったらうまくいくんだっていうことをものすごいケースで学んでるわけ、僕らなんか。だから多分皆さんの相談に乗ってるおかげで、あんまり僕らは失敗しないんだよね。こういう時にこういうふうに言ったらこの後転落していくんだなとか、そういうのが分かるわけよ、でしょ。だからそういうケースをたくさんね、こうアルファでもできるだけ皆さんのご相談を共有してるのもそういう意味なんですけど、話を戻すと、状況なんていくらでも変えれるわけだし、その今与えられたっていうか、まあ、状況っていうのは、まあ、最悪だと思っても、もしくは最悪に、まあ、例えばいい企業に入ってもね、周りのやつらが下手れとか でもしくは自分のやってる事業がしょぼくてね、もしくはなんか赤字転落してなんかこう冷や飯食わされてるみたいな話だってあるわけじゃん。そういう状況だって別にポジティブに捉えようと思ったらいくらでも捉えられるわけよ。で、やっぱりその創意工夫というかね、そのどこに行きたいのか、でも単純でいいわけ、本当に年収1000万超えたいとか2000万行きたいなとかいいわけ。じゃあそれに向けてどんな努力をしようかというところが戦略であって、で、その戦略を日々実行していくしかないわけじゃん、状況を変えるとしたら。そしたらそのサラブレッドに追いつけるわけよ。で、サラブレッドだって僕もたくさん見てきてるけど、
別にサラブレッドだからみんなできるわけでもないし、めっちゃできるサラブレッドもいれば、ダメなサラブレッドだっているのよ。ダメなサラブレッドにしてしまうサラブレッドの親だっているわけ。それはいろいろあるんだよ。そうですね。逆にね、それでこう、いわゆるグリーディーさっていうか、お金稼ぐぞみたいなのがないから、っていうので、就活でちょっと。なんか親ガチャの人なんで、おっしゃると、まさにエミさんすごいグッドポイントで、うん、親ガチャの人で金欲しいとかって思ってるっていうのは、ものすごいメリットなわけ。その、すごく強いモチベーションとかがありますからね。貪欲さ、グリーディーがあるじゃない。金稼ぎてんだよっていうさ、グリーディーさを買ってくれる企業がたくさんあるじゃない。そこが売りだということを分かってほしいわけ。だってさ、俺だってもう住商の時にさ、まあ住商にいたけどさ、なんか寮みたいなところに住んでてさ、まあどこって言うたら分かっちゃうから、地方ではないんだけど、まあ、郊外の。そんなに民度の高くない郊外でしたよ。俺なんてもう本当に郊外でさ、夜11時ぐらいにさ、こう会社から戻って駅降りるとさ、ヤンキーがたむろしてるわけよ。うんこ座りして。ヨンミーちゃんとか言ってくるわけよ。ミンド引くとか思いながら。でも帰ってすぐさ、家から G マットとトフルの本持ってさ、デニーズに行くんだけどさ、いや、なんで俺ね、こんなところでね、デニーズ行ってんだろうとか思うわけよ。でもやっぱり MBA 思い返してみるとさ、もう絶対ここから出たいって思ってたんだよね、その郊外から。で、それが僕をどんなに疲れてても、どんなに眠くても、どんなにしんどくても、多分11時とか12時回ってたとしても会社から帰ってきて、その後24時間のデニーズに足を向かわせたのはやっぱそのハングリー精神だった気がするのでさ、お前住所行ってたからええやんけって思うかもしれないけど、さ、人それぞれですから、まあ、俺は嫌だったわけ、その郊外に住んでるっていうことが、うんうんうん、それは別に郊外が嫌じゃなくて、その民度が嫌だったわけ、うん、いいのよ、公園とかたくさんあってさ、なんか道も広いさ、いいんだけど、なんかそこにいる自分が嫌だったんだよ、うん、その環境にいる自分が。だからもうこれ変えるしかないから、うん、だったら出るしかねえじゃんっていうことは MBA に行くしかねえじゃんって思って、 MBA に行くなら目の前のジーマとトフルなんとかしないといけないじゃんって思ったわけよ、当時はね。そうだからもう朝起きておえおえとかなりながらさ勉強してたわけ、死ぬほど、うん、でしょ。でも結果としてそれは MBA 行けたし、その努力は報われたんですよ。スミションも抜けたしね、もういいやと思ったから。だから、その、要はね、そのグリーディーさっていうのはめちゃめちゃ力になるわけじゃない。で、この方もお話ししたけれども、でも、MBA もね、当然もうすでに合格されてますけど、要はもう親がやっぱり相当そのしんどくて、その裕福でもなくて、むしろなんか自分が新聞小学生って知ってますかね、皆さん。新聞小学生ってなんか新聞配達したら、要はなんかその小学生になれるっていうね、大学のお金を多分払ってくれるんだと思いますけど、そういうのでそのマーチの夜学行って、そこからまあある企業に入ってやってるんだけど、まあ結構リテール系なんで、やっぱり年収が低いですと。で、そこからいろいろ考えたんだけど、やっぱり MBA 行きたいっていうので、しかもその MBA 行った後にもその起業したいって言って、その準備もしてるわけよ。やっぱり貪欲さだよね、大事なので。もう一個言ってもらってもいい？はい。まあ、この方も、まあ、相当ね、なんか話聞いたら大変なことだったけれども、いや、外資金融行きなよって思うわけ。で、最近さ、やっぱり日系の金融、まあ、ちょっと今度やるけど、日系のそのメガバンクとかさ、証券会社からのさ、アルファの相談めっちゃ多いじゃん。なんか起こるんじゃないかなっていう勢いであるじゃん。そうですね。ちょっとニュースを調べてしまうぐらい、メガバンク。さんからの相談が多いですね。メガバンクだけじゃないでしょ。金融とか金融、ね、日系の企業さん。そう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 。
だから、まあ、何か起こるんだと思いますよ。皆さんそういうの鍵分けて、ね、うん、社内の状況分かるから逃げ出そうとされてるんだと思うんですけども、うん、そうだからその外資金融行きなよ、それだったらもうミニマム1000万もらえるんだからさ、うん、ね、例えば起業するにしても外資金融行くにしてもやっぱりそのグローバルなその力、ビジネスをやれる力、あとは MBA とか持ってた方がいいわけだし、それもうそれ取ったら終わりじゃん、そこの世界にワープできるわけじゃん、うん、だからまずそこ行きなよってことだよね、何度も言うけど、うん、でしょ。で、じゃあお金がないですっていう話はあるんだけど、そんなに留学するお金ないですよ、それはみんなないよ、そんなあの貯蓄額出る、貯蓄額、あ、出ます出ますあれ結構衝撃でした。お金なんてないんだよみんなあるやつなんてもう本当にアルファで話聞いてても、あの留学資金は自分で出せるんで大丈夫っすっていう人は多分 3% いないね、100人中。そうですね、そのぐらいです、ね、3% いないよ、うん、これな、ちょっと日本滅亡って感じこの、 あの方がねツイートしてた、多分これテレビかなんかのあれだと思うんですけれど、はい、30代40代の貯蓄額で、昨日のでしょこれ、これそうですね、11月8日の5時23分昨日ですね、はい、貯蓄額0円 23%、 50万円以下 24.6%、 25%、 100万円以下 13%、 貧困層がいないと判明っていう、この方がツイートされてたんですけど、あの30代40代の貯蓄額で100万円以下で 24%+24%+12% でしょ、 60%、 そうですね、だいたい 60% ですね。 60% の人が、30代40代の 60% の人がさ、100万以下よ、どうすんの。つまりさ、親が、まあ、要は30代40代の人はこれどうするかっていう話を真剣に考えないといけないし、それじゃあ MBA 行けって言われたって金ねえよっていうのも、それはもちろんないじゃん、それは別になんかないんだよみんな。で もっと言うと、一番右の1000万円以上 9.8% の人は持ってるかもしれないけど、この1000万を留学の費用として使うべきでもないしね。持ってたとしてもですよね。持ってたとしても、つまり留学なんていうのは借りていくもんなんだよ、借りちゃえばいいしね。この前のハルトさんだって、そのもうプロディジーファイナンスとか入ってきたしね、全額借りれるわけじゃん、政策金融公庫とかさ、奨学金とかやってればね。ということは、もうね、みんなこういう状況なの、日本では。みんな金ないのよ、そんな貯蓄なんてないわけよ。じゃあ、そこでどうやって這い上がるかというのがポイントなんでしょう。で、どうやんのよ、エミさん。どうするのが正解なのよ。どうやったら、軽とか、バンとか、トラックから、まあ、そこまでね、まあ、ちょっと極端に言ってるけどさ。年収300万、400万、貯蓄0から100万以下の状態から、一番右に飛べるのよ。お金を借りてきて、自己投資する。何に？留学。さらに、さらに、さらに何、1000万円でベンツ買えますか？あれ、留学とか学び。つまりさ、自分のキャリアを、能力とかキャリアを、そのワープ、ジャンプアップさせてくれるものに投資すべきなわけよ。で、投資するお金はないわけよ、前提としては。うんうん、誰もないんだよ、これを見る限り。うん。本当ですね。うん、これを見る限り、いやいや、なアルファが留学とか言ってっけどね、金ねえよ、みたいな。しかも子供もいるし、うん、あるわけねえじゃん、みたいな。うん。多分みんなそうなのよ。結構ね、まあ、ここに書いてある方がどういうご職業のこういう方たちか、まあ、分かんないですけど、そのこういわゆる一流企業というか結構有名企業にお勤めの方もアルファの受講生の方、本当にいや、それはそういう人たちだって普通に生活してたり、そうそうそう、そこのマンションとかね買ったりローンがありますとか子供がいますとか、そういう方ですら
ですらというか、そんなもうたっぷりお金が有り余ってて、もう留学全額貯金できますみたいな方いないですもん、ね、みんな留学の資金の相談に来るからね、普通に、うん、 そうですね、それは全然恥ずかしいことじゃなくて、うんうん、僕らのアドバイスは 100% 借りていけなのよ、うん、私も借りていきましたからね。そう、 100% 借りていくもんなの留学っていうのは、うん、100% 借りたいんですけどどうしたらいいですかというのが我々に対しての正しい質問の仕方なわけ、うん、それはお金持ってても使うべきじゃないのよ、うん、何度も言うけど、それはそこを返して、そこを自己投資して、その後のジャンプアップしたキャリアで返していけっていうのが MBA であり、大学、海外大学院の留学だからね、うん、だからお金なんてもうみんなない。これを見る限り、うん、みんなないけど、じゃあこのまま沈んでっていいのかっていう話なわけじゃん、うん、そんな政府がなんとかまた10万円配るとかなんとかって話らしいけどさ、そんなんじゃなくて、政府とかに頼って生きるんじゃなくて、今の状況をなんとか変えようよって話なわけじゃない。そしたら1000万2000万借りて突っ込むしかないわけ。 それ以外、その親ガチャをなり、厳しい状況をその大きく抜け出す手段はないんだよ。だもっとはっきり言うと、その厳しい状況とか年収が低い状況とか貯金がない状況を大きく変えて成功者になりたければ金借りて留学しようなんだよ。もうそれしか答えはないわけ。もう明確に言ってるのはもう本当にそれしかないんだよ。そしたら外資系に入れます、グローバル企業に入れます、商社とかに入れます、年収が1000万近く、もしくはそれ以上いきます。そしたら貯金もちょびちょび出てくるし、そのお金を使って今度投資ができたり、企業に挑戦できたり、さらにステップアップできたりするわけ。そっから一気に好転していくわけよ。でもう一個ね、僕が今日言いたかったのは、まあまあ TJ キャリアで言ったと思うんだけど、一回ね、これは本当にどうでもいい例かもしれないんだけど、僕の子供、小学校時代に多分5、6年生、4年生、5年生とかの時に、ゲームセンターの話したの覚えてる、エミさん。はい、コインがたくさんある方がっていう。ゲーセンで僕なんか、サッカーゲームをするのと、コインゲームをするのが好きだった。コインゲームつってもなんか競馬みたいなあったじゃん、昔。競馬、コイン入れたら、馬がドーッと動くて、あーみたいな、完全にコントロールされてるやつ、今考えると。あとはこうなんかスロットっぽい、ゲームセンターにあるスロットよ。はいはい。それで、まあもう一回言うと、要は僕なんか1000円とかしか持ってかないわけよ。持ってかないというか、そんなお金もない、なかった。同学生ですかね。そう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 。で、それで、なんかいつもすぐ終わるわけ、1000円とかだと、うん、500円とか1000円だとすぐコインがなくなるんだよ、うんうん、ですぐ終わるの1時間ぐらいで、うん、でもなんかもうコインぐさぐさ持ってるやついるわけ、うん、なんかもうカップになんすごいいっぱい入ってさ、なんだこいつみたいな。で何が違うんだろうって僕はその時一生懸命見てたわけよ、うん、何がこいつと違うんだろうって。でその答えは簡単で、そいつらはいきなり1万円を崩してたんだよね、うん、来た瞬間に1万円札を両替機っていうかコインが出る機械に入れて、そしたらザバーって出るわけよ、うん、さあそいつらはさ、もうひたすらかけてるわけじゃん、とかなんだかなんだかなって、だからザクザク出るわけよ、うんうん、俺なんか1000円しかかけないからさ、すぐ終わるわけよ。でその時に悟ったというか気づいたんですよね。あ、最初の投資額が全てを決めてんだなと思ったわけ、うん、つまりその理屈で言うと、最初の軍資金が少ない人っていうのは永遠に金持ちになれないわけ。そうですね、ちょこちょこ使ってってただ減るだけっていう、ただ減るだけだし、あ、1000円使ってみたけど、あ、ダメだった、うん、帰ろうね、うんでもやっぱり軍資金が多いといろいろできるわけよ。それでじゃんじゃか増えていくわけ、う
そうですね、本当になんか世の中の縮図って感じですね。でそこを僕はゲームセンターで学んだんだよね。うーん、つまり金持ちにこいつみたいになるには最初から1万円握りしめて1万円を両替しないといけない、うんうん、ただ1000円しか持ってない僕には1万円を持ってきて1万円を全部コインに変えるという度胸がない、1万円すらない、多分この2つがいるんだよって思ったわけで、これはそのこのステップアップの話にものすごい共通すると思わない？そうですね。だからまあ留学お金かかるから、じゃあ英会話なら5万円ぐらいでできるみたいな感じで、あとちょっとした資格取るとかやってても、やって、いやオンライン英会話で安いのやろうとかね、簿記取ろうとか、トイックどうなんですかとかね、中小企業診断士どうですかみたいなのは1000円握りしめてコイン買ってる俺なんだよ。うん、そんなことやったって金持ちになれねえよっつってるわけ、うん、まず1万円調達してこいよなのよ最初は、うん、で1万円調達してそれを全部ぶっ込むんだよ、うん、バーって。だからやることは2つで、1万円の調達とそれを全部その投資にぶっ込むっていう、この2つをクリアできればぶっ飛べるんだよ。そうですね。そのね、何も借りてきたお金を全部株式とか、だから宝くじに使えって言ってるんじゃなくて、もう非常に角度の高いその自己投資という MBA とか海外大学の留学に当てるってことです。自分の能力も上がるじゃない。うん、しかもみんなさ、留学した瞬間にさ、何、モルスタとか、ね、BCG とか、三菱商事とか、マッキンゼーとかガーファとかグーグルとか、うん、ソフトバンクとかから声かかるわけじゃない、うん、でもかなり確率の高い投資なわけじゃん、それって。しかも自分の能力とかステータスも上がる。もう周りにいる人とか付き合う人、ネットワークも全部変わりますね。全部変わるよ、うん、周りに経営とかそのバンに乗ってる人はいなくなるわけじゃん。でその金持ってる人たちっていうのはそれを乗り越えてきてるし、もしくは親が乗り越えてる、そういう教えをしてるから、やっぱり分かってるわけで、うん、あ、なんか分かってきたねっていう風になるわけよ多分。でこういうそのリテラシーの教育がないわけ、日本には、うん、そういうことを教える人が誰もいないじゃん。お金借りてこいなんて習わないんですから。お前らお金借りないと金持ちにならねえよって誰が言ってる。節約とかね、貯金、うん、節約、節約、お金を節約しようとかしか書いてないじゃん、バカじゃないって。節約したって金持ちになんねえんだよ、これ見ろよって。わかるじゃん、そうでしょ、うん、つまり本質的に分かってる人がいないっていうのと、あと分かってる人はそういうことを言わないのよ。そうですね。そうでね、金持ちの人たちがどういう理論なのかっていう、どういう精神性なのかっていうのを、すごい誰かが Facebook でチロッと書いてたのは、あ、なるほどなと思ったのは、うん、なぜ金持ちはそういうことを言わないのかって、それは言うと妬まれるからです、うん、そうですよね、めんどくさいですもんね。めんどくさいんだよ。うるさいやつが湧いてくるじゃん今の時代。だから別にいいもの買ってもいいところ住んでも、それは Facebook にも出さないし、うん、どこにも言わないよ。ね、どうやってやったとか別に言わないです。言わないよ。言ってるのはもう小金持ちだよ。つまり僕がすごい、ああ、なるほどなと思ったのは、その金持ちの人がこう、金持ちの人がその人と話した人なのかっていうのは忘れたけど、うまいものは黙って食えって書いてある。これが金持ちの教えだって。つまりそれを皆さんに伝えることはないのよ、コツをね、うん、そんなこれうまかったよなんて言ってるやつは基本的にはまあそんな金持ってないよ、うん、でもう一回話戻すとですね、金はないですみんな。でもジャンプアップはしたいでしょって。年収1000万2000万3000万行きたいじゃん。そしたら自己投資するしかないわけで、自己投資するのも金ないじゃん。だったら借りてきて
1000円じゃ勝負にならないし、金も金にならないのよ。だったら1万円借りてきてそれ全部ぶっ込むっていう、この2つのことをやらないといけない。そのためにはお金を借りてくるということと、その借りてきたお金を全額自己投資にぶっ込むという勇気がいるんだよ。その2つがあれば皆さんは親ガチャとか非常に困難な状況を軽々乗り越えられる。本当にそれだけです。本当にそれだけ。で、結局ね、そのサラブレッドと言われる人たちも、そのまあ親ガチャとか結構しんどい状況にいる人たちも、上に来てる人たちは同じことやってるわけ。で、その例を、ちょっと面白い例があったんで、じゃあ、エミさん、ばばっと紹介してもらってもいいですか。はい。では、ちょっとご紹介していきたいと思います。先日、選挙がね、あったので、そちらの話題で。最初に、サラブレッドからいきましょう。サラブレッド。はい、塩崎さんからいきたいと思いますね、じゃあ。はい、で、塩崎さんですね。この方は、そのもう生粋のサラブレッドですよね。そうですね。うん、親もお父さんも、そのおじいちゃんも政治家。で、この前当選されて、政治家になられて。はい、どうぞ。はい、ご経歴をね、拝見しても、もともと松山の小学校とか、で、愛子中学、高校を経て、そこから東大法学部、で、長島王の法律事務所。のパートナー弁護士として、まあ、ご活躍。これじゃない方がいいんじゃない？ウィキの方がいいんじゃない？はい。まあ、これ全体、なんとなくざっくりのところです。ウィキペディアの方がもうちょっと詳しく書いてあったので、じゃあこちら見ていきたいと思いますね。はい。ここですね。で、東京大学まで同じで、その後、スタンフォードにも行かれてるんですよね。国際政治学をスタンフォードの修士で取られて、で、その後、弁護士事務所入られて、でお父様は長島王のね、天下の長島王ですよ。長島王の弁護士事務所に入られて、その後長島王の知らない人のために言っておくと、弁護士会のマッキンゼー、ゴールドマンサックスです。ここはい、どうぞ。で、その後お父様が官房長官を務められて、で秘書官、その間秘書官として官邸に勤務されました。その後さらにペンシルバニア大学ウォートン校ですね、M7 のトップ MBA の一つに留学をされて、しかも日本人として初めて学生自治会長を務められてということですね。で、今回見事当選されたということですね。つまりさ、よく僕らが言ってるじゃん、日本の大学出ても金にならないから、海外の大学院まず行きなさいよ、それからちょっと働いてそうですね、まさに行くんだよっていうのをそのままやられてるじゃん。そうですね。つまりこれがサラブレッドの育て方なわけ。で、僕らがいつも言ってるのは、サラブレッドを皆さんになってほしいから、どんな人でもサラブレッドになれる。こうやったら、いやいや、そんなアルファいつも留学とか言っててね、そんなさっきもさ、留学チャンネルの方でね、留学のコンテンツ出してたんですけど、いや、そんな今大学の時に留学とかしなくてもちょっと働いてから留学でいいんじゃないですかみたいなコメントもあったけどさ、いやいや、そうじゃないと。これがサラブレッドの作り方ですよ。しかもその政治家であるお父さんもね、政治家のお父さんのなんかあれある、お父様も留学されてですよね。はい、ここでお父様は、まあ、東京大学出られて、一回日本銀行に入られてから、ハーバード大学のケネディスクールですね。つまりさ、もうそういうお父さんが自分の息子をサラブレッドにしようと、当然政治もね、やらせようということで、やったキャリアが、この結果。そう、だから僕らがいつも言ってるのは、もうこの通りなんですよ。日本の大学からすぐ働くんじゃなくて、海外の大学に行きなさいね、MBA じゃなくていいんですよと、ビジネスでもいいし、マスターオブアカウンティングでもいいし、別に教育でもいいし、パブリックポリシーでもいいですよって言って、でその後に外資系とかに入って、
その後 MBA 行きなさいねって、もうその通りやってるじゃん。そうですね。その通りやって、それで長島大野で、まあ、偉くなられて、パートナーぐらいまでやられて、今回立候補されてって、政治家になられてってことでしょ。だもう将来の総理大臣候補と言われてますよね。うん、だこういう人が今度はその日本のトップになってくる日が近いということですよ。うん、これだけのサラブレッドが。つまりこういう人たちが日本の政治を動かしていくわけじゃん、これから。でしょ？日本の大学出て海外の大学院一発行ってね、国際政治学びつつね、その後 MBA 行ってますと。MBA 行ってる人たちが政治も動かしていく時代ですよ。うん、この人たちがトップオブトップに来るんだから、じゃあなんで皆さんは留学しなくていいとか MBA 行かなくてもいいってことになるわけってことでしょ。もうそのサラブレッドの時代に入ってきてんだよ。うん、ジェネレーション的には。うん、でしょ？MBA とかなくたってええやんけって、お前ね、いつの時代の話してんの？あのね、MBA 行かれてたこの前、アルファの本当はあの素晴らしいご経歴のアドバイザーさんも、あの海外、アメリカだとあの自動車の普通運転免許と同じって言ってました。いや、みんな運転免許すら持ってない状況なのよ、日本は。日本はね。うん。うん、MBA、だから MBA も、まあ、全然持ってない人はね。遅れすぎてる。遅れすぎてるし、それこそアナリティクスとかコンピューターサイエンスの人材も減ってるって言って、日本だけ。終わってるよね。ただまあ大事なのはやっぱりこういう人たちが今度政治の中心に来た時にやっぱり世の中も多少ね動いてくればいいなっていう期待感はあるけれども、まあ経歴的に言うと、いやこういうピッカピカの人たちがやっぱりトップに来てるんですよっていうことですよね。じゃあ皆さんだってそっちに行きなよって、今からだっていつから、今からでも全然遅くない。うん、そしたらこういう人たちとのネットワークに入れるわけじゃん。そうですよね。ペンシルバニア、あのウォートに行ったらこういう人たちが、まあ別にウォートに行かなくてもいいです。別に MBA に行き、海外の MBA に行けば普通にネットワークで入れます。そうですね。僕のその Facebook のそのグループでもこの塩崎さんの応援ばっかりでしたよ、そのページは。行ってきましたってすごいなと思って見てましたけど、まあ、僕も心の中で応援しました。うん、MBA とか海外大学院に行くと、そこの別に同じ学校じゃない人たちもつながりますからね、ゆる。つながりがあるんですよ。じゃあ行きなよって。で、一方で、じゃあそんなになんか境遇がサラブレッドじゃなくても、すごい成果を出してるっていう人がもう一人いますよねって話ですよね。石原伸晃を破った。この、はい、吉田さん。この人すごいよね。すごいですね。まあ、このちょっとスポーツ報知さんがあれなんで、こうキャッチーに書いてありますけど、あの11月の1日のヤフーニュースさんから持ってきました。はい、あの吉田久美さんは、超苦労人、実家が火災、癌闘病、娘の自閉症、母の介護20年と書いてありますね。で、石原伸晃さんを、まあ、破って、今回当選しましたということです。で、海外で の金融機関、勤務など華やかな経験の裏で苦労の多い人生を歩んできた。生まれは山形県で、生花店を営む家族の4人兄弟の長女でいらっしゃったってことですね。で、そこから小学校2年生の時に自宅兼店舗が火災で全焼し、住む家もなくなったと。で、大人になってからも困難の連続だった。2006年若くして患った甲状腺がんを克服したことが政治家を志すきっかけとなった。51歳で脳梗塞で半身麻痺になった母の介護を20年以上続けており、経営危機に陥った生花店、母の医療費など自身が家族を支えてきた。で、娘が ASD 自閉症スペクトラム障害であることも公表しているということですね。で、10月の23日には自身のインスタグラムに、人生は困難の連続ですね、家族の経営不振、大学進学を諦めた弟、困難な出産、ワンオペ育児、娘の発達障害、がんとの戦い、母の介護、非正規雇用、すべて私の体験ですと、これまでの人生体験を綴ったということですね。で、まあ、こういったご経験もされているので、まさにあの生まれた地域、環境、家庭環境に左右されない教育格差を是正し、景気回復などを政策に掲げているということですね。で、ご経歴を見ると、この方は立教大学の文学部をご卒業されて、
イギリスの国立バーミンガム大学の大学院で経営学修士 MBA 取得されました。そこから投資証券会社の会社員として東京、シンガポール、ロンドンで勤務、中小企業の発展に注力してきたということですね。でその後大臣の秘書官を務められたりとか、っていう形で政治の世界に入ってこられたということですね。ちょっとこの人のウィキペディア出してもらってもいいですか。はい、だからつまりこういう人だって、うん、MBA 取ってますよねって話でしょ。そうですね。吉田文さん、はい、うん、こちらですね。ちょっと大きくできる。はい、ちょっとこれ非常に皆さんね、なんか多分勇気づけられるキャリアだと思うんですよね。うん、まあ、先ほどと被りますけれども、山形で出生されて、ご実家で、これ八百屋って書いてありますけど、ね。八百屋ですからね。はい。で、山形県の、県立のね、高校を卒業されて、で、立教大学に行かれて、その後、シンガポール航空で客室乗務員として勤務して、CA さんですよ。CA さん。はい。結婚し、出産。その後アメリカ系ベンチャーキャピタルの金融企業。ここで金融行ってるわけで、外資金融に。うん、そこから MBA でしょ。から MBA。で、KPMG でしょ。そうですね。だからさ、なんかね、要はさっきの話と合わせて見てもらうと分かると思うんですけども、いつも言ってるじゃん、外資系の金融行けよって。えまあそういうことですよ。だからそのどんな状況でも、さっきのこの記事戻ってもらってもいい？はい。うん。すごいじゃん、なんか家業の経営不振、大学進学諦めた弟、うん、困難な出産、ワンオペ、育児、娘の発達障害。もう娘の発達障害ってだけでも重いよね。うん、がんとの戦い、母親介護、非正規雇用。まあやっぱりさ、なんかこうどういう状況でも諦めないことですよね、うん、諦めないことと、もうすっごいシンプルに、じゃあどうやったら上に行けるんですかっていうのは、海外の MBA と海外の大学に行くのが一番なのよ、うん、みんなそうしてるじゃんでしょ。だから僕らは言ってるわけ、いつも。で、みんな金なんてないよ。金なんてない状況から、みんなそこをお金を借りて、そこから外資系金融とか、グローバル企業に入って、さらにそこから政治家を目指す。政治家だっていいと思うんですよね、こうやって、海外の MBA とか取った人たちがさ、政治にバカバカ入ってるわけでしょ。この人たちだけじゃないですよね。MBA とか、海外の MBA とか、海外の大学院行って、政治家になってる人、どんどん今増えてますよね。つまり、そういう世界だっても、そういう教育とか、グローバル経験を持った人たちが、やはりそのマネージするしていくような時代になってきてるわけでしょ。じゃあ、どうするんですかって話は皆さんも。なので、まあ、人生を変えることっていうのは可能だし、で何度も言うけど思い出してほしいのは、もし何かね、自分の状況がなんかあんまり良くないなとか、あんまり好きじゃないなとか、変えたいなと思ったら、僕が言ったあのコインゲームの話を思い出してほしいんですよ。コインゲームの話は本当に本質だと思うんですよね。1000円を一生懸命毎日1000円入れても何もならないです。何も起きないです。大事なのは1万円を調達してくること、2、それを自己投資に、ぶっ込むことです。もうこの2つができれば、皆さんの状況は大きく変わる。それだけです。本当にそれだけ。ほとんどの人はそうしない。毎日1000円をなんかどうでもいいものにね、安いからという理由で使い、わけわからないそのアクセルだけを踏んでね、スピードだけを出して。だから自分のキャリアがこうアップしないことに対して、なぜ労力を使うのかなって思うわけよ、僕なんか。うーん、成功しようよって。
成功できるんだから、こういう人みたいにどういう状況であったって状況を変えれるし、うん、石原伸晃を倒せるわけでしょ、うん、そうですね、まあ、どちらかというとサラブレッドのサラブレッド本当そうですよ、サラブレッドも倒せるんだよ、うん、いいこと言ったエミさん抑えてるそう、サラブレッドすら倒せるよマジで。でも面白いのはさ、このサラブ超サラブレッドと成り上がりの人がさ、同じ政治というところでさ、うん、ねえ、こう共同していくっていうのは面白いよね。そうですね、やっぱりいろんな体験とかが あります。これが素晴らしいことじゃない、うん、それは政治のさ、このなんだろうな、懐をより深くしてくれるしね。うん、そうですよね、うん、それはビジネスも一緒だと思うんですよね。やっぱりサラブレッドの人ばっかり集まってても面白くないしさ、うん、だからね、よく入泉さんもおっしゃってますけど、こういう、まあ、苦労した体験とか、こう結構苦しんできた体験とかっていうのは、やっぱり MB のエッセイをよりパワフルにするじゃないですか。そうですよ、そういう人をね、アドミッションは、この本当にこの人みたいなエッセイ書いたらどこでも受かると思うよ、はっきり。本当ね、ハーバードのケネディスクールとか、スタンフォードとかね。なので、で、あとはやっぱりそこ行ったら、その後外資金融とかね、入ればいいじゃん、みんな GAFA とかさ、好きなとこ行きなよ。将来政治行ったっていいじゃん、MBA 持ってますっていうのがある程度信任されるような世の中になってきたんだよ。ね、素晴らしいですよね。あ、この人海外大学行ってる、大学院行ってるなっていうので、世の中が信用してくれるようになってきてるわけでしょ。だってこの前も言いましたよ、総理大臣になりたいですって言って MBA 行きたいっていう人で、 MBA とパブリックポリシー両方行きたいです、デュアルで行きたいですっていう人いましたよ。だから別にその政治に行きたい人だって別にいいじゃん、ね、メガバンクで社費の MBA もらいながらも総理大臣になりたいって言って、なんかあの MBA 行った人いましたけどね、僕はサポートして全然いいと思いますよ。なので、まあ、諦めずに、正しいことを、努力というよりかは、さっき、別に努力するのは、入学した後でいいので。もう、なんかその、勇気っていうんですか、思い切り。いや、だから、調達と勇気を。まあ、そうですね。でも、調達は、聞いていただければね、アルファにやり方いくらでもお伝えしてるので。やっぱり、自分の人生とかキャリアを大きく変えようという、まあ、決意だよね。それをぜひ持ってきていただいて、将来はサラブレッドとね、サラブレッドの人はさらにサラブレッドになるように、そうですね、このサラブレッドがさっきのスーパーサラブレッドのように努力しないと上にはいけないわけだし、うん、そうですよね、そう、そういうこと。サラブレッドはサラブレッドなりの努力がいるし、そうでない人はその人たちと共同できるようなレベルに行けるような、そのお金の調達とそれを、うん、投資、自己投資すれば終わりです。そんな難しいことは言ってないんです。まあね、すごく、まあ、平等というか、やればみんなそっちに行ける世界ですから。いや、本当そうですよ。やればできるんですよ。それはもう何度も言うけど、アクセル踏む時間あったら英会話聞けよって車の中に。マジでそう思う。頭の使い方が間違ってんだよ。努力の仕方が間違って。だから金持ちになれない。なので、我々は、まあ、どんな人でもサポートしてますし、どんな状況でも、もっと CA さんとかね、その事務職さんとかの普通、専門学校行ってましたみたいな女性も普通に来るし、うん、一方で東大ですとか、ハーバードですみたいな人だって来るし、うん、いろんな人が、まあ、アルファに来てくれますけれども、共通して我々は皆さんの成功だけをサポート、成功に導くためのサポートしかしてないので、ぜひですね、まずはそのお金の調達の仕方もすべてサポートしてますので、アドバイスしてますので、ぜひ今からでも MBA 海外大学院間に合いますので、いつでもすぐにですね、アルファにご相談いただければと思います。はい、ご相談お待ちしております。はい、ということで、ご質問いただいてるんですけれども、先にいくつかお知らせいきたいと思います。これはまあグローバルに行きましょうってことですね。これちょっとさっき留学でも使ったんですけど、まさに留学をしてグローバル人材になると、このグローバル人材っていうことを超えていけるよって、結構学歴で悩んでる方とかもいるんですけど、それこそサラブレッド
だったとしても、まあ、国内にとどまっているとね、やっぱりもう最近はこちらの非グローバル人材の方に押し込められてきていますので、アルファが言ってるっていうよりは、人事の方とかとお話していて、まあ、企業目線で言うとこうなってるよっていう話ですね。はい。で、YouTube ゼミのお知らせが2つあります。1つ目は11月の11日木曜日、こちら夜の10時半から、CUHK の MBA ゼミをやります。 CUHK は香港中文大学の MBA ですね。香港のトップスクールの一つですけれども、特に金融とか企業とか、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけれども、非常に強い学校です。まあ、フィンテックとかで、そのまま香港で就職される方もいますし、あとは奨学金がね、結構日本人だと特にアルファから行かれている方は結構もらっている方も多いですし、最近デュアルディグリーでビジネスアナリティクスとかも取れるようになってきてますので、ぜひこちら見ていただければと思います。 YouTube で、こちらの YouTube で見られます。で、それから11月12日の金曜日はお昼の12時からお昼時間なんですけれども、ウォートンの MBA 在校生ゼミをやります。まさに先ほどの塩崎さんも行かれてたウォートンですね。アメリカのトップスクールですけれども、在校生の方が来て学校紹介とか、あと質疑応答とかしてくれますので、ぜひこちらも YouTube でやりますのでご覧いただければと思います。はい。で、今日話題にもなっている MBA ですね、まだまだラウンド2、年内から年明けぐらいの出願間に合いますので、ぜひ皆さん早く今年受けて来年から行くという、まあ、レールに乗っていただければと思います。アルファでも非常に、まあ、人気のですね、ハルトビジネススクールさんは11月18日までに受験登録をすると大量奨学金がまだもらえるチャンスがありますので、ご興味がある方はお早めにご相談いただければと思います。で、ミドルキャリアの方も本当にいつからだと遅すぎるということは全くなくですね、30代40代の方もミッドキャリアの MBA アルファからたくさん合格してますし、その後の就職も皆さん外資とかアメリカのポジションとか取られてますので、こちらも30代40代の方も学校選びとかその後のキャリアのことも含めてアドバイスしてますので、いつでもご相談ください。あとアルファでは転職もですね、多数サポートしております。で、3つ、サポート体制としてはありまして、1つ目は転職レコメンド、まあ、皆さんを企業に紹介していくと、まあ、レコメンドする、推薦するというサポートですね。いわゆる、まあ、転職紹介と、まあ、紹介という意味では同じ、似てるんですけれども、なんとなくなんかとりあえずこのポジションあるから、まあ、とりあえず行っとけみたいな感じではなくて、きちんと皆さん長期的に成功できるようなキャリアに導く転職をサポートしております。で、それから2つ目はキャリア戦略アドバイザリーで、まずじゃあ長期的に何をしたいのか、いくら稼ぎたいのか、どこで仕事したいのかとかですね、そういったことを一緒にお話して、じゃあこういう転職先がいいよねっていうことを一緒に話していくコースです。それから3つ目の転職アドバイザリーは、もう転職希望先、あるいはもうすでに転職のプロセス進んでいる方向けのコースですね。レジュメとか自己 PR、面接、企業、業界研究などそれぞれサポートしてますので、ぜひご相談ください。今ちょうど三井物産さんとか三井商事さんとかもどんどんプロセスが進んでいて、面接だけやりたいとかっていうご相談もありますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。はい、ということですね。で、転職のレコメントではこういった形で皆さんに個別にアルファのプロフェッショナルアドバイザーがアドバイスさせていただいておりますので、ぜひお気軽に無料相談からご相談いただければと思います。本当に転職はその後ずっとキャリアに残るので、あまりとりあえず転職しようとかね、とりあえず年収がいいからとか動いてしまうとですね、永遠にキャリアにレジュメにそれが残り続けてしまいますので、慎重に動いていただければと思います。アルファでは皆さんのキャリアをさまざまな形でサポートしております。キャリア戦略アドバイザリー、先ほども申し上げた、まあ、転職だけではなくて、転職なのか、やっぱり MBA 先行った方がいいのかとかですね、長期的なキャリア、自分がどういうキャリアを歩んでいけば、今日話したような道に進むとしてもですね、じゃあ何を目標にすればいいのっていうところなんかを一緒にお話していきます。1ヶ月で4万円ぐらいなので、本当4万円の投資でこの先の自分のキャリアがかなり明確になってですね、自分では絶対思いつかなかった道とか、出てきましたという方が非常に多いので、ぜひこちら本当に皆さんに早めに受けていただきたいと思っております。で、あとは MBA 海外大学院の留学サポート、こちら先ほど申し上げたように、まだまだ来年の入学も間に合いますので、ぜひご相談ください。それから転職とかボスキャリーですね、あと投資企業などもご興味ある方、非常に受講生の方増えてますので、
ぜひお気軽にご相談いただければと思います。あとアルファノートですね、こちらのアルファノートっていうのも、それこそ転職とか就活、留学、レジュメの書き方から面接の仕方から、いろいろなノウハウがたくさんありますので、こちらもぜひ見てみてください。はい、であともう一つですね、アルファアドバイザーを現在募集しております。でアルファではやっぱり本当皆さんのキャリアを圧勝させたいというですね、素晴らしいアドバイザーの方本当にたくさん商社から外資コンサル、ここに書いてあるような、外資金とかガーファイムとか、あとはもう本当トップの MBA 行ってて、やっぱりぜひそういう自分のコーチング的なので、人のキャリアにもアドバイスして、その人の人生が良くなっていくようにと、そういうアドバイザーの方がねたくさん来てくれています。ですので、我こそはね、ぜひ自分の経験とか、今まで体験してきたこととか、勉強してきたことっていうのを共有したいという方はですね、ぜひご相談、ご連絡いただければと思います。はい。で、アドバイザーさんも、すごくね、皆さんご経歴のいいというか、やっぱり、ちゃんと留学してるとか、グローバル企業行ってるとか、そういった方を、選抜して、いますので、まずは、ご登録、ご連絡いただければ、その後、選抜とかプロセス入っていきますので、ぜひ我こそはという方はご応募いただければと思います。はい、で無料相談ですね、まずは個別指導興味あって、自分のキャリア相談したいとか、転職相談したいとか、 MBA 行きたいんだけどという方はぜひ無料相談入れていただければと思います。土日祝日連休ももちろん平日もやってますので、はい、でアルファ無料相談で検索していただくと、こちらの無料相談できるサイトが出てきますので、今すぐ無料相談というところから、こちらの無料相談チャットにご相談内容を書いて送信いただければと思います。皆様からのご連絡お待ちしております。ご質問ありがとうございます。はい、来年の9月からハルトの大学院に行きたい人は11月の18日締め切りの奨学金に申請するべきでしょうか。現在大学3年生なのですが、今はまだ就活に専念すべきでしょうか。来年9月からハルト大学院に進学することはほとんど確定しております。来年の9月から行きたいんだったら11月18日までにアルファに相談いただいて、今大学3年生でしょ。そうですね、ただなんか早く卒業できる人とかもいるみたいな。だから卒業してから来年の9月までに卒業して、その後すぐハルト行くんだったら今年受けた方がいいですよね。そうですね、はい、なので早く受けられたらいいと思います。ぜひすぐにご覧ください。はい、もう一つですね、ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございます。私はコロナでクビになりました。それでも上を目指すために MBA を考えています。無職のステータスの人は借金する際に返済能力と社会的信用がないという理由で借金できない懸念があります。そんな人でもどこかで留学費用などのまとまったお金を借りることは可能なのでしょうか。あ、いい質問ですね。素晴らしいですね。じみじみとするいい質問ですね。読みながら素晴らしい。惚れ惚れとするいい質問ですね。うん、あ、なのね、結論は可能です。一つは、いろんなその資金調達の仕方があって、まずちょっと大きなところでいくとですね、ほとんどの大学院とか MBA っていうのは、その自分たちのその大学院に、MBA も含めて大学院って言いますよ、その自分たちの大学院に来てくれる人たちがお金の問題で来れなくなるというのを絶対になくそうという努力を彼らはしてるわけです、うんうんうん、つまり彼らが認めた来てほしいよねっていう人たちはもうすべからく全員来させようと思ってるわけです、うんうん、それが基本思想なんですよね、海外の大学院。それは別に日本のみならず世界中のいろんな地域から来るわけなんで、お金ないみたいな人いっぱいいるわけですよ。それは途上国含めてね、日本なんてまだいい方じゃないですか、うん、でもそういう人たちでもお金をとりあえず調達できるような仕組みというのが必ずあります。したがってその学校が貸してくれます、うん、ほとんどの場合、うんうん、でそれがまず一つだから、そんなにその心配はないですよっていうこと。それはだから失業してたからあなたは学校に受かったけどもそのローンが借りれませんみたいな話はなくて、そのローンが借りれる前提っていうのは
その大学院に受かったということをクレジットとしてお金を貸してくれるので、金融機関なりが。なので受かればそれでその実際の信用力がバーンって上がるんです。なぜかというと、例えばここの大学院とか MBA に受かったら、それそこそこいいところで働くだろうという今後のキャッシュフローが見込めるから金融機関はお金を出すわけです。だから今までのそのなんかこうコロナでクビになったみたいなことは別に関係ないっていうのが一つ。で、あとは細かい話で言うと、じゃあ生活費とかどうすんの、だから生活費まで借り入れる場合もあるんですけど、生活費とかどうすんのとかですね。あとはまあその海外のそのそういう大学院のそのローンのまあ利子っていうのがまあ日本よりは高いから、じゃあ安いところからできるだけ借りたいよねっていうのが多分普通の人は考えることなんですよね。だとしたら、じゃあどこで借りれるかっていうと、まあこの前ハルトさんのやつでも言いましたけれども、日本のその例えば政策金融公庫とかで借りてくると、まあ450万ぐらいその 1.65% とかそういうかなり低利率で借りれたりするので、あの皆さんそういうところから借りてますよね。でそれとその学校とかのそのローンを組み合わせて、まあ、あの問題なく行かれてるっていうのが、まあ、ほとんどのケースですかね。で、あとはその奨学金とかも、例えばハルトさんなんかすごい出すし、あとは他のその財団系の奨学金とかもありますし、ね、あの時期によってはそういうのもアプライできる、フルブライトとかですね、そういうのを取らせてる場合もあるので、ぜひあので、あとはそれこそコロナでクビになったみたいな人たちもたくさんいましたよ。本当にたくさん来ましたし、あのさっきエミさんが言ってすべからく合格させましたからね、僕らは。そうですよね。結構ね、あのさまざまな業、まあいい、結構最初打撃受けた旅行とか航空とかいっぱい来ましたよ。そうです、ね。チャンスじゃんって。うん。ね、そんなクソみたいなね、安月給の仕事が抜け出せるチャンスを作ってくれたんだから、それ早く MBA 行けよ、ラッキーユーって言って。うん、逆にあまりブランクは長くない方がいいですね。それでその2年前とか本当コロナバーンって来た時に行った人なんてもう卒業して外資金融で働いて1000万以上もらってますから、ね、うん、アメリカでなんか就職した方もいます、ね、います。もう早く行きましょう、ぜひ。あのもろもろサポートしますので、ぜひご相談ください。はい、ぜひご相談ください。もうね、そこから MBA 行こうっていう思われていることが素晴らしいですからね。なんかリストラされたとかね、全然恥ずかしいことじゃないですからね。うん、当たり前のことなんで、そのしかも COVID でって話は。まあね、自分じゃコントロールできないですしね。いつも言ってるけど、それはね、チャンスですよ。なぜかというと、多分そういうのがない人たちって、辞めるに辞めれない人たちいっぱいいるんですよ。なんか、会社の看板が妙にいい人とかね。そうですね。うん、なんか結構なんかまあ大企業とか入っちゃってて本当辞めたいんだけど、まあ、どうしようとかね、なんかね、やっぱり本当大手にいらっしゃる方とかはその、まあ、45歳定年みたいな、まあね、実現するかっていう問題は分かんないですけど、そういうの結構ざわついてるけど、もうやっぱ辞められないよっていう話をまあ、おっしゃってますかね、相談、まあ、辞められないんですよ、ね、まあ、本当チャンスだと思うので、でお金の問題は全然か、本当に問題ないので、ぜひ、できるだけ今日寝る前に、アルファの場合は別になんか、YouTube で登録くださいねとかって別に全然興味ないので、無料相談してください。ぜひ、皆さんが成功することが大事なんで、アルファの YouTube 聞いてるだけで、なんか成功しないんでね。行動することが全てだから。そうですね。はい、ぜひご相談ください。いい質問です。はい、ぜひご相談お待ちしております。はい、無料相談の際は、アルファ無料相談で検索していただくと、すぐにアルファの無料相談のページ出てきますので、今すぐ無料相談というところからボタンを押していただいて、で、こちらの無料相談チャットからご連絡ください。ただ会員登録してない方は無料なので、会員登録、ね、していただいて、その後ログインしていただければ、無料相談のページ出てきますので。皆様からのご連絡お待ちしております。はい、ということで、サラブレッドの方も、サラブレッドと将来仕事をするぞという方もですね、本当に皆さんすべからくチャンスがありますので、
ぜひパワーアップできるようにですね、我々もサポートしますので、ぜひまずは世界に行きましょうということで、また皆様と個別にお話しできる機会、我々楽しみにしております。いつもご視聴、ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。失礼いたします。失礼します。